こんにちは、セブンイレブンです。さあ今日はついさっき、配信したメルマガに説明した行動をやりたいと思います。今週は C7 のミクソリディアスケール上の、3ノートボイシングをいろいろ考えてみたんですけど、4つだけ今週はありまして、1つ目がこれもミクソリディアとか関係なくなっちゃったんですけど、 9th, 5th, 13th だけで、すごい中途半端な抽象的なサウンド。なんでこれも C だったら別に C メジャーのイオニアでも別に同じなんですけど、これをあえて使うとなんかまあなんだろうな、あんまりセブンスって感じじゃなくなって、まあ抽象的ですね、ほんと。F ブルースで入れたら、9513なんで、GCD。こんな感じのサウンドですね。まあ、モーダルなサウンドになりますね。で、まあ、右手はセブンス全然弾くんで。非常に抽象的。形でこうずらすやつ、こっちだったら F、B フラット、C ですね。これは隣に行くと、まあ、全然今まで使ってなかったんですけど、今回こうずらしてて考えてみました。さあ2つ目、今度はまた C、 ちょっと C に戻りをしてますね。 C だとこんな感じ、 7th 5th 13th。 これはまあもう散々今までやってきたスカスカ系とクラスターがで分けたやつですね。あ、違う、この感じ、結構いいですね。ここがメジャーセブンの音程になってるのが、まあ、強いのと、これフィフスが入ってる超2度、こっちは超2度、結構いいんじゃないですか。これ結構新しい感じがします。これも全然今まで使ってなかったんですけど、なんか最近やってて思うのは、このフィフスを使うのがなんか自分の中でいいなって思う。あんまりフィフスは使わないんですけど、セブンスの時はあんま使ってこなかったんで、ちょっと使わなきゃなって感じがあります。これ F ね、 F ブルース B フラットセブンだとこんな感じ。抽象的ですね、俺もなかなかの。ほんで3つ目は、C7 で、セブンストライトーンですね。セブンスとサンドとサーティンス、これはもう言うまでもない一番基本的なトライトーンとサーティンス、これ普通すぎてもう言うまでもありますね。死ぬほど使ってきました。さあ4つ目もまた、クラスターとスカスカの組み合わせのこっちになったやつですね。セブンス、1度、サーティンス、どうですか、これもなんか新しくないですか。結構さっきこっちだったけど、チョニーとかこっち、7だと思っても全然使えますけどね。
多分ソロの序盤とかでいいんじゃないかな。これがなんか今から始まります感ありますね。始まりますよ感ありますね。といったところで今日はおしまいにしたいと思います。あとこのメルマガね、さっき配信しましたけど、もうガンガン登録しちゃってください。あともう一個あれがツイッターもアカウントあるんで、よかったら、見てみてください。といったところで皆さんもうあと残すところ1週間ですが、今年令和元年。まあ別に令和2年になるだけですが、再来年も、まあ別に今日最後じゃないんで、今年とりあえず残りよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくです。さよなら。